紹介お願いします。スカイの徳富と申します。徳富さん、ありがとうございます。先ほどはなんであんなあそこのトイレに行ったの、狭いトイレに。いや、さっと入ってきていきなり、もう途中であるんじゃないのかな。あ、よく行くとこなの。よく、でもさ、あなたそもそも今日今13時でしょ。あ、そうですね、13時で午前中だって。僕らイメージとしてはやっぱあの仕事ってスカイさんのこう名だたるその大企業ってもうやっぱ朝から働いてみんなでこう打ち合わせしてプロジェクト立ち上げてってイメージありますけど、あなた午前中何されてたの。午前中はヒゲの脱毛に。なんでヒゲの脱毛なんですか。行きました。なんでヒゲの脱毛なんてするの。まあ、やっぱり若く居続けたい。今おいくつですか。27です。で、若いじゃんまだ。ヒゲだけじゃなくて、それいろいろ健康に 美容に気を使うっていうのは今の現代いいことですけど、ちゃんとやってるの脇とか。いや、もうヒゲだけですね。どうして、まあ、見えるところだけ良ければいいかなって。まあ、見た目も大事ですから。徳富さんはあのどちらの部署なんですか。近藤さんの部下の、はい、どういうことをやられてるんですか。あのたくさん宣伝していただいているスカイシークライアントビュー、はい、もうあの営業の皆さんが売ってくださって、スカイシークライアントビューというのは、これリスナーの方にはいまいちまだパッと来てない方いらっしゃると思いますけど、そこで、徳富さんの言葉で突き刺さるような宣伝お願いします。突き刺さるような宣伝、はい、スカイシークライアントビューお願いします。皆様の企業の PC の運用管理をご支援します。さすがです。よかったみたい。ドヤ顔して。いや、満点だみたい。ドヤ顔いらんわ。そんなドヤ顔いらん。何回見たか。CM の藤原みたいなドヤ顔。短い時間でしたけど、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと今度さ、全部カットされる。全部カットだと思いますんで。もうちょっとやること多いんで。じゃあちょっと近藤さん、あの次の部署に。はい。じゃあこちらになります。前。近藤さん、このコード気をつけてくださいね。はい。あの。今日から2週にわたってスカイさんの会社訪問、社内見学の模様などたっぷりお届けします。お楽しみに。それでは今日も深夜のリラックスタイムにゆっくりとお付き合いください。スカイプレゼンツ藤原竜也のラジオ、続いてここは、はい、ここが ICT ソリューション事業部、スカイシークライアントビューを販売している。来てますよ、どうぞ。こんにちは皆さん。うわすごい、すごい。僕ね、あの本当8分前に大阪駅着いてですね。いや、もう藤原さん15分ぐらい。あ、もう15分ぐらい経ったんですけど、あのお茶も飲ませてもらえなくてですね、あのマイクを持たされて、あの今もう汗だくでやらせてもらってるんですよ。え、社長そこに。あ、社長いらっしゃるんですか今。あ、もうお疲れ様です。藤原さん。ではまず最初にはICT ソリューション事業部営業部のメンバーになります。ソリューション、あのスカイ株式会社営業の6年目の田村と申します。よろしくお願いします。同じくスカイ株式会社6年目の営業、タイジカナと申します。よろしくお願いします。詳しくこうリスナーの方にあの伝えるとすると、どのようなあの役割と職種になるんでしょうか。うん、今あの私は公共と文教のお客様に対してスカイシーのような自社パッケージを中心としたご提案だったりだとか、あとはシステム全体のご提案をさせていただくような位置です。楽しいですか。楽しいです。このコロナ禍を経てですけど、皆さん今何時ぐらいからいらっしゃるんですか。朝はだいたい8時30分ぐらいからいます。さっき僕が会った方はなんで13時出社なんですかね。なんか聞いたんですけど、午前半休取ってちょっとあの脱毛に行かれてたみたいな。ヒゲ脱毛に行ったって。そう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 、そういうこともあります。大丈夫ですね。あの藤原竜也スカイプレゼンツ藤原竜也のラジオというものはあの聞いてくださってますか。そうですね、はい、昼休みに。昼休みに、はい、どういうタイミングで聞いてるんですか。あ、お昼入ると流れ出すので、はい、そう、食べながら聞いてます。え、強制的に聞かされてないから。失礼でしょ、強制。聞きたくないのにピンポンパンポンって流れてきて。僕があの14歳からこう演劇の世界入って、こういう会社の事情分かんないんで、楽しいですよね。楽しいですね。じゃあお二人ちょっとまず聞きますけど、あのスカイさんの、ま、もういいとこもありますけど、ここちょっと改善してほしいなとこってあるんですか。社長の前であれですけど。
あのお昼時間が45分なんですよ。本当食べてお手洗い行ったらもうカツカツなので、はい、もうちょっと伸ばしていただきたい。もうちょっと長くなったら嬉しいなって そのうち30分ラジオ聞かなきゃいけない。そうなんです、そうなんです。もう15分しか残らなくて。いやいやじゃないですか。いやいやじゃないですか。じゃあそれを皆さんの前でちょっとあのクイズ、あのいきますか、はい、これは皆さんぜひやっていただきたいんですけど、あのアブリカルビゲームってやつ。勝ちでいいですか。それをぜひ、3人で、アブリカルビ、それはじゃあ藤原からでいいですか。はい、ルール説明していただいていいですか。アブリカルビは分かりますね。アブリカルビ分かります。はい、じゃあそれ、はい、1,2,3,4,5 これ言っていくということで、皆さんよろしいでしょうか。はい、じゃあ今日は藤原からでいいですか。はい、じゃあ早速始めます。アブリカルビ、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 アブリカブリ、アブリカブリ、アブリカブリ。優しい。本当に20分前に着いたんですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。引き続きじゃあ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと次行ってきますね。皆さんすみません。藤原さん、藤原さん、次と言っても、次と言ってもそこなんですね。このフロアなんですね。はい、次は ICT ソリューション事業部管理課の皆さんです。はい、こちらは営業のアシスタントとして、もう営業が、はい、もう縁の下の力持ち、ね、縁の下の力持ち、皆さん本当に、あちょっとイメージとしては女性が多い。そうですね、ですね、はい、女性が強いチームです。ちょっとじゃあ自己紹介よろしくお願いいたします。はい、私は ICT ソリューション管理課の宮永と申します。よろしくお願いします。私は ICT ソリューション事業部管理課の小林と申します。よろしくお願いします。もうお二人は今スカイさんに入社されて何年ぐらいですか。はい、私は23年目になります。長いです。24年目です。もう一緒ですね。はい、私は14年目です。やはりいいですか。僕のこうイメージとしては、あの皆さんおっしゃってるように、その近藤さんも言いましたけど、その300人から、ね、スタートしたって言って、ここまで僕らのイメージとしてはもう、こうトップに上り詰めていくって、先頭走っていくってイメージありますけども、その二十数年も携わっているとやっぱ感慨深いものがあるんじゃないのかなと思いますけれども。そうですね、日々変化する中でやはりもう常にやりがいというのはあるかなとは思ってます。そうですよね、はい、こんなこと言って簡単に言っちゃ失礼ですけど、なんか楽なイメージ、なんか楽っていうか違いますよ。じゃあ仲のいい楽しいイメージがありますけど。はい、あの年代も近い、年齢層違うメンバーも多いんですけれども、ええ、そこは別に関係なく、ええ、普通にプライベートもご飯行ったりもしますし、終わった後に、終わった後に、なんかもうこのラジオ別にもう本当にいいこと言わなくていいんですけど、すっげえここは嫌だっていうとこないんですか。これはもう勘弁してくれよっていうとこないんですか。ありますか。会社のですか。会社とか、あの仲間に。仲間。会社は社長がこう何かこう改善とかしてほしいっていうのがあったら、はい、すぐに取り組んでくださるので、うん、こう結構何でも変えてくれます。例えば去年の新卒の方が、こう名刺、もうちょっとこういいものにしてほしいというところで、はい、あの社長に話すると翌日にはもう僕も作っていただいたんですけど、ね、よろしくお願いします。催促したみたいで、ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんにちょっとじゃあ名刺配りの時間で、あ、いいですね、はい、そういうのよろしくお願いします。あ、おえ、基本両手で本当に丁寧にやったら3時間かかっちゃうよ。よろしくお願いします。手裏剣みたいじゃない。ああ、熱い。え、何ですか。今回もゲーム、今回ですね、お二人とあの皆さんあの注目してゲームちょっとやりたいと思いましてですね、先ほどの部署は何でしたっけ。営業部です。営業部でですね、アブリカルビゲームをあのやったんです、静岡塩漬けゲーム。なんで静岡塩漬けなんですか。ルールは一緒です。じゃあやりますか。静岡塩漬けゲーム、じゃあ行きますか。僕からで言いますか。静岡塩漬け、
静岡塩漬け静岡あーもうダメだどうしようごめんなさい。ステッカーもらってください。やったありがとうございます。やったありがとうございます。皆さんありがとうございました。次近藤さん、グリーンバックの部屋ですけども、はい、こちら17階のスタジオになっておりまして、え、どういうことですか、ちょっと自己紹介お願いします。はい、スカイの広報部の須尾と申します。よろしくお願いいたします。すごい、グリーンバック、例えば今なんかできたりするんですか。こう、あ、そうですね、今あちらの奥の奥の方に行っていただけると、あ、でこちらで普段採用関係の担当者が来てもう間抜けな顔が間抜けな顔が映ってますけど、これ僕ですか。はい、口パカーンと開けて、あー、もうこれで配信をやって、はい、どういう配信やられるんですか、主に。主に弊社の採用担当者と実際に働いてる社員、まあ、皆さん全員社員なんですけども、が仕事どんなことしてるのであったり、こんなことに仕事で魅力を感じてやってますっていうのを、主に学生さん向けにご紹介して。素敵で、まあ、だからこう僕らからしてみれば本当にスカイさんって最先端行ってますよね。最先端行ってるというか、こう働きやすい、会話しやすい、なんかよりこう向上している感じがしますけど、そう、先取りしてる感じがありますね。おっしゃる通りで、もちろん代表がもうそのような方針を持って、そういう方向にスカイを導いていただき、いきたいという熱意を持ってくださっているので、このような最先端の技術であったりとかっていうのにすごく敏感になっております。近年ここな数年か数年藤原こうコマーシャルやらせてもらいますけど、やってますけども、その藤原のイメージはどうですか。藤原竜也さんのイメージですか。はい、私からしたら一番思うのは声がかっこいい。なるほど。なかなか聞いたことない声ですよね。特に低音の部分とかがもう。ありがとうございます。そんな須尾さんと、はい、早速これみんなでやってるんですけど、ゲームやりたいと思います。ゲーム、はい、やることがね、チームっていう。次は何ですか。次のゲームは何ですか。炙りカルビゲームやりましたんで、続いてはですね、神アニメ。カニアニメ。神アニメと言ったら僕が神アニメを2回繰り返す。そしたら須尾さんが3回、次4回5回、神アニメです。須尾さんから用意スタート。神アニメ。神アニメ。神アニメに。どうぞどうぞどうぞ。どうぞじゃないのよ。もう言えてんじゃん。言えてないよ。言えてんじゃん。アニメって。俺30分前に着いたばっかなんだし。もう一回行こう。もう一回行こう。もう一回。もう一回。スピーディーに。じゃあ行きますね。スピーディーに出たいで。神アニメ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 。神アミネ、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 これ、まあ、神アミネがもうデフォルトになっちゃってるから、もうちょっともう何してんだよ、スカイさんまで来て。そうさん、ありがとうございました。ありがとうございます。わ、すごいし。はい、今からは ICT ソリューション事業部の開発部に向かいます。その開発っていうのは分かりやすく言ったらもうなんか、まあ、開発ですよね。作り上げるっていう。そうです。いつも藤原さんが発信されてるできないを、はい、できるに変えていくを実現している部署でございます。またちょっと開発部はちょっと雰囲気がまた違いますけれども、こんにちは。開発のお二人も今もう爽やかな二人が、爽やかな二人でもうカップルですかのような感じですけども、まだ お若い二人、自己紹介よろしく。マイク、はじめまして、スカイシークライアント部の開発しております南と申します。よろしくお願いします。はい、はじめまして、スカイシーの評価検証をしております今中です。僕のイメージですよ、お二人こうパッと見た感じですけども、その今有能、まあ、できる二人っていうことですけど今年齢聞いて失礼ですが、おいくつですか。私は31。今年28になります。31と28歳でこう開発部ですか。どういったらその若さで開発部に入れる自分から望んでですか。
いや私はもともとコンピューターとかがあの小さい中学校ぐらいから好きだったので、はい、なんでそれで情報系の勉強してもうそのままスカイに入社してっていうような形ですね。どうして入ろうと思ったんですか。もうそういうものは好きだから。いやもうそうですね、やっぱりものづくりっていうのがやっぱ好きっていうのもありますし、やっぱコンピューターでまたものづくりしてやっぱそれが自分が思ったように動いた時ってやっぱり楽しいなっていうのがあって、やっぱそういった仕事に関わりたいなって。自分の考えたことがその実際に完成して。そうですね、思ってた通りに。それは楽しいですね。どうですか、どういう経緯でスカイさん。はい、私もものづくりが好きで、そういうのに携わりたいなと思ったんですけれども、やはりスカイ のチームでものを作るっていうところに惹かれまして、うん、みんなで大きいものを作りたいっていう思いがあって、はい、入社しました。今はこう2人がこの部署でこう考えられている、開発しているっていうことを言える範囲では どのような今企画を進めてるんですか。そうですね、特に私が今開発進めているのは、あの MDM 機能ってモバイル端末、いわゆるあの iPhone だったり Android だったりの端末、はいはい、あの今会社携帯とかでもやっぱりスマホっていうのは一般的に使われてると思うんですけど、はい、その会社 のスマートフォンとかを安全に管理して運用できるような機能をあの今対応してます。だからさ、僕らでは今ここに今スタッフたくさんいるけど、僕らでは太刀打ちできない人だね。そうでしょ、雲の上の存在。そういうことだよね。こういう人がやっぱ伸びていくんだよね。すごい恥ずかしいんですけど。かっこいいもんね2人。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ここに来てみよう。何ですか、ちょっと教えてください。はい、はい、あのせっかくなのでスカイシーを触っていただこうかなというふうに思いまして、はいはい、スカイシーを触る、はい、実際にこれがあのスカイシークライアントで管理する画面になってまして、はいはい、であのスカイシーではあの会社であの管理されているパソコンだったりとか一括で管理することができます。はい、今ここに台数を置いているんですけれども、はい、この PC すべて今この管理画面に映っている状態です。ここに今何台ありますか。今ここに25台用意させていただきました。25台の PC があって、はい、はい、ここが今これを全部一つで管理できるっていう、はい、そうですね、そうです。ほらほら、誰が想像できますか。この方せっかくなのでちょっと動かしてみようかなというふうに思うんですけれども、どういうふうに今この管理画面全体にちょっと見えるように立っていただいてもいいですか。そうすると1個動かせるってこと。この1台で。はい、ではちょっと1回動かしてみたいと思います。あ、これさ、あれだ、品、はい、川駅だ。こうやってなるやつだ。ディスプレイの何十台が。これで一気に動かせるっていう、はい、管理画面から一斉に操作をできるという、はい、制御をしています。こちらで、はい、こういったこともできます。あ、そういうこと。1個ここで何か誤作動があると分かっちゃうってこと。そうですね、はい、何か困ったことがあったっていう連絡を受ければもう管理者の方からリモート操作してさらにその問題を解決してあげたりとか、そういったような使い方もできます。はい。これをだからこの二十数台だけじゃないってことでしょ。もちろん、そうですね、ここはあのちょっと少数ではあるんですけど25台で用意させていただきましたが、これもマックスだったらどれぐらいいけるわけですか。もっとですね、1000台以上、5000台とか1万台とか、はい、管理できる。そうですね、すごいですね、はい、会社も入ってるでしょ。入ってます、はい、入ってます。すごい、スカイさんありがとうございました。最後にまたゲームを。最後ゲームあるんですよ2人。さっきはね、静岡なんとかだったんですけど、静岡塩漬だったんです。神アニメだったんですけど、僕ボブなんて絶対終わんないって。僕ボブなんて全員、じゃあちょっと最初 1回僕ボブ言ったら、僕ボブ、そう、絶対終わらない。これだ、いや苦手なので、いや、これでもし負けたら、ね、これもし負けたら大変なことですよ。代表に代表に呼びつけられますよ。これは精神攻撃されてる。これはだから、もし負けたら代表に呼び出されるというか、僕ボブなんて日常的に言ってるもん俺。僕ボブ、あなた何、僕ボブっつって。よろしくお願いします。1,2,3 でいいです。1,2,3,4,5 はい、お願いします。はい、僕ボブ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 、何ですか。言っとるやん、言っとるやん。僕ボブって言ってるって。耳の赤いカップジってよく聞いとけよ。もう一度お願いします。はい、いきます。僕ボブ、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 
僕ボブ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 。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。スカイプレゼンツ、スカイプレゼンツ、藤原竜也のラジオ。